ハオサオリです。乾杯、イエイ。はい、ウィルダーズ2続くからやっていきたいと思います。前回はなんかなかなかねヘビーな回でございまして、シゾウくんもちょっとね変な感じになってたんで心配なんですが、今日はどういう感じになりますかね。はい、王様が何かおっしゃってるので、ね、お話をお伺いしたいと思います。はい、お、シゾウくん大丈夫かな。シゾウくんにも話しとく。やっぱり様子がちょっとおかしいですね。サオリよ、わしは決めたのだ。民と共にハーゴン教団を倒し、戦い続ける宿命を終わらせるとな。聞くところによると、ハーゴン軍はデビルロードを率いるジューマ兵団と、スターキメラ率いる飛行兵団、アークデーモン率いるデーモン兵団、3つの兵団からなるらしい。敵は恐ろしく強大だが、サオリ、すまない。さっきはどうかしてたんだ。もうすっかり気分が良くなったぜ。サオリ、三兵団だかなんだか知らないが、俺たちでぶっ倒してやろうぜ。うむ、サオリ指導、心強いぞ。必ずや、共に教団を倒そう。では、皆の者、わしから改めて告げる。我らの次なる目標はこれだ。王様の命令その2。ジューマ兵団を倒すべし。ジューマ兵団は、血を好む残虐な魔物ばかりだという、毛で覆われた屈強な体が特徴のようだ。こやつらを倒すには波の武器では歯が立たないであろうな。飛行兵団を倒すべし。飛行兵団はその名の通り翼を持つ魔物たちの軍団。空中から攻撃を仕掛けてくる厄介な敵だ。頭上を飛ばれてはこちらの攻撃がなかなか当たらない。何か対策を考えねばならんだろうな。デーモン兵団を倒すべし。ハーゴン三兵団の中でも最強と名高い恐ろしい魔物たちだ。奴らが攻めてきたら逃げるほかない。しかし、ビルダーであるサオリならば、奴らを倒す魔法兵器を作れるかもしれん。なるほど。三兵団と戦っていくには、レインバリアのような魔法兵器を開発していく必要があるでしょう。うむ、アネッサは引き続きサオリと共に兵器の開発に当たるがよい。ハーゴン三兵団、恐ろしい敵じゃが、なんとか立ち向かっていかねばならぬの。ちょっと、ジロームさんが、ジロームさんが頭だけ出てて、なんか壁から頭だけ出てるんですけど超大型巨人みたいなことになってる外の敵もそうですがどうしよう、話入ってこい城内に潜んでいる敵とも戦っていかなければならないようです。城内に潜む敵、例のスパイってやつか。うん、実は修復したはずの城の壁が城の内側から壊されていたんです。これはやはり城の中に敵がいる証拠。なんと外の敵と内なる敵か。とにかく全力を尽くそう戦いはますます激しくなろう。今後はわしに話しかければ強力な回復薬、世界中の血しずくを授けるぞ。お、すごい、やるぞ。えいえい、おー、あーミッションスタート。やや、この気配は。お、早速なんか来たのか。あお、戦いスタートだよ。何か来たんですね、魔物が。あ、そういえばビルドレベルが上げられますね。あー、どうなんやろ、今のタイミングはよろしくないかな。後で上げますか。よいしょ、戦いですね。みんな武器は装備してるもんね。大丈夫ですね。よし、頑張りましょう。はい、どうやら早速敵が攻めてきたみたいだ。デーモン兵団か、ジューマ兵団か、飛行兵団か、それとも全部か。どんな敵が攻めてくるか楽しみだな。サオリ、戦いの準備はいいか。はい、よし、頑張りましょう。どんな攻撃を仕掛けてくるか見てやろうぜ。とその前にだ、お前には改めて言っておく。ムーンペタではすまなかった。頭がぼんやりしていつもの俺じゃなかったみたいだ。だがもう平気だ。サオリ、一緒に敵をぶっ倒そうぜ。よし、いつもの指導君になった。よかった。よいしょ、マスターを倒せ。バトルスタートでーす。よいしょ、行きましょう。壊すずら言ってるわ。でっかいの来たね。あー、すごい、でっかいウサギがいる。初めて見た。よいしょ。そういえばさ、あの絶対負けるバトルでさ、むっちゃ薬草使ってしまった。もったいないな。大丈夫かな。結構強そうですよ今回の敵。あー、
まあでもみんないるからきっと大丈夫。ワオでっかいウサギ強いな。よいしょ、はい、お、必殺が出てますね。行きましょう。あ、でも死にかけやね。次の敵にしましょうか。もうちょっと来そうですね。よいしょ、あ、来た、やば、行くよ、早速必殺技、えい、あれ、間違えた、よし、行け、えい、おー、すごい。しかし強いね、敵が強くなったわ、すっかり。よいしょ、あ、寝ちゃった。すごい、回復魔法使えるんや。はーい、おー、ちょっと、よいしょ、お、スクルトや、スクルトって言ってるけど、お、回復してくれた、これはいいですね。よいしょ、ほい、オッケー、お、よし、モンスターをやっつけた。よし、仲間が心強いね。バトルコンプリート。なかなか手強い相手だったけど、なんとか撃退できたみたいだね。あれは十魔兵団でしょう。体は鋼鉄のように固く、木をなぎ倒すほどの力があると言います。あの連中がもっと大勢で攻めてきたら、この城はひとたまりもないだろう。ここはやはり真っ向から戦わず、魔法兵器を開発して迎え撃つのが上策だろうな。あとはどんな魔法兵器が奴らに有効かだが、ふむふむ、お、リックさんが何か言ってますね。久しぶりですね。なんか、うん、どうやら最初に攻めてくるのは十魔兵団みたいだ。対抗する魔法兵器を作りたいところだね。魔法兵器の開発も重要だが、まずは出始めにハーゴン軍を迎え撃つ強力な出城を作るというのはどうだ。なるほど、出城か。攻めてくる敵を前線で迎え撃つために城の外に戦い専用の城を作ろうってわけか。君にばかり頼って申し訳ないが、出城の設計図を描けるだろうか。ほうほう、できればこれから開発する魔法兵器を置く場所も考えておいてもらうと助かるのだが。お、なんか描けそうですね。お、でかそうよ。わー、広い。これまた広いですよ。第十魔兵団設計図を描いた。おー、何これ、はてなはてなって、なんだ、まだ思いついてない魔法兵器のことかな。いろいろ新しいのを使う感じですね。うんうんうん、むむ、これは素晴らしい。デジロの設計図を描いてくれたのだな。なるほど、設計図にあるハテナマークの部分がこれから開発する魔法兵器を置く場所というわけか。魔法兵器の開発だが、敵の弱点をつくものでなければ意味がない。お、心当たりがあるんだ。では僕たちはここで設計図の壁の部分を組み立てておこう。君たちは敵の弱点を探ってきてくれ。お、分担ですね、分担。城を出る前に城の壁を収納箱に入れておくのを忘れなく。わかりました。大理石が欲しいときは城から南東にある洞窟で取れますからね、と。いずれにしても魔法兵器がないとこの設計図は完成しない。後のことはよろしく頼む。了解。お、次はジェセルちゃんですね。十魔兵団の弱点探しですが、アネッサさんに心当たりがあるようです。とある情報によれば、十魔兵団を名乗るハーコン軍の軍船が南東の船着き場に来てるらしい。はあ、軍船か、面白そうだな。城の壁ばかり抜けるのも飽き飽きだったんだ。軍船に忍び込めば十魔兵団の弱点を探れるはずだ。我々と指導3人で向かおう。うん、私とリックさんは出城作りを進めておきます。皆さんはこのお城から東にある軍船に行って十魔兵団の弱点を探ってきてください。オッケー。地図に目的地が表示された。くどいようですが、建材がないと建築ができません。了解了解。オッケー。
ほいで、なんかね、ビルダーの、あの、ビルドレベルを上げられるようになったので、鳴らしてから行きましょうかね、と。よいしょ。あ、食らっちゃった。鳴らします。ほい。よしよし。上がりますよ。ビルドレベルが3になりました。イエーイ。兵士たちが回転切りを覚えた。これはめちゃくちゃ強くなるのでは？すごーい。あ、また来た、また来た。兵士が増えるよ。新しい仲間がやってきた。そしてレシピをいっぱい思いつくと。よい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 。おいしょ。たくさんのレシピをひらめいた。あ、絨毯とかですね。ステンドグラス。いいですね。あー、お城っぽいのがいっぱいある。いいですね、いいですね。カッカッカー、やりおったな、サオリー。ビルダーの鐘を鳴らしてくれたか。また頭しか見えてない。ジロウさんが。面白い。ふむ、絨毯に玉座、女神像、祭壇まで。城を豪華で威厳のあるものにできそうだ。鐘の音に導かれて、新しい仲間もやってみたいみたいだね。これで城の兵力がますます上がったよ。さらにさらに兵士たちが回転切りを覚えたようじゃ。おー、いいですね。わははは、今回も良いことずくめではないか。この調子でハーゴングと戦っていこうぞ。よいしょ。それじゃあサオリー、やってきた兵士たちにも早速声をかけてみてくれ。オッケー。いらっしゃい、いらっしゃい。はははは、早い。よいしょ。うん、いいですね、いいですね。話しましょう。鐘の音を聞いてやってきてみたら、ムーンブルク城が復活したというのは本当だったんだな。もう戦うことはできないと一度は城を後にしたが、これでまた戦えそうだ。この緑色の服装は回復兵の皆さんです。めっちゃいいやん、すごい。時折ベホマラーで回復してくれますよ。すごい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 。そうだ、沙織さん、ちょうどいいので服の色による兵士の違いについてお話ししておきますね。青い服の兵士は回転斬りを使えちゃう心強い兵士です。赤い服の兵士はこの絵兵です。いつも王様の警備を担当していますが、戦いの時はスクルトで防御力を高めます。では我々も改めてこの城の一員にしてもらおう。今日からよろしく頼むぞ。よっしゃー、兵士増えたよ、やったー。よし、では城の壁を作らないといけないですね。城の壁と、わあ、またいっぱいいりますね。足りるのだろうか。ギリ足りる？壁は。あ、足りるわ。よし。まあでも壁だけで大理石を全部使っちゃいそうですね。取りに行かなかんな。そうですね、もうちょっと無理ですよね。オッケー。よいしょ。それでは、この外ですね。よいしょ。はいはい、みんなやることがなさそうですね。収納箱、おっと。収納箱を置いて、壁入れとくと。はい、よし。1個でいいかな。うん、いや。よっしゃ。じゃあ、東の方に、船が止まってるらしいので行ってみたいと思います。こっちで合ってるよね。あっちですね。お、この先行くの初めてかな。初めてですね。よいしょ。どこかな。こっち向きですね、合ってるですね。よしよし、行きましょう行きましょう。あ、新しい敵がいる。あ、爆弾岩じゃないですか。なんかそうそう、炎の剣作るのに爆弾岩が必要だったんで、ちょっとやっていきますか。あー、怖い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 。なんかこの爆弾岩強くない？なんか強い気がするぞ。よいしょ。あー、怖いわ。カラスも強いカラスですね、これは。よいしょ、オッケー。これも見たら壊していきましょうか。よいしょ、オッケー。
あー爆弾はまたいた。壊していきましょう。怖い怖い、目がって早ない。怖い怖い。よし、オッケー。わーわーわー、よいしょ、オッケー、よいしょ。お、なんかハテナマークが出てますね。お、なんです、この人。お、この人は話しかけられそうです。はい、うが、貴様、このリカント様に声をかけてくるとはただものじゃないな。俺は俗に言う脱走兵ってやつだ。もうそうなん、船旅が嫌で逃げ出したのさ。へえ。何、ハーゴン軍の軍船を探してるだろう。ああ、だったら俺の目の前にあるのがハーゴン軍の10万兵団が使ってる軍船だ。めっちゃバラすやん。行くならバレないようにな、優しい。ところで人間、お前に頼みたいことがあるんだ。うんうん、分かった、また行きますわ。了解。まずはこっち、あーあったあったあった、これですね、船ですね。すごい、でっかい、見ろよ、めっちゃでかいやん。これが十魔兵団の軍船ってやつだな。早速殴り込みをかけようぜ。殴り込みですか。待ってシド、実はすでに仲間が潜入しているんだ。すごいな、マジで。うまく合流して弱点を探りたい。敵との戦いは避けたい。敵に気づかれぬよう船に忍び込むには、あとこの高台から風のマントで飛べば。お、そうなんや。結構バレそうですけどね、それも。この上から飛ぶと、よいしょ、あ、よいしょ、 OK。 こっから飛び立つわけね。あのチョボマークを目指していったらいいかな。うん、よし、 OK、 飛びます。はい、ほうほうほう、確かにこの辺はバレなそうですね。みんなあっち向いてるから、よいしょ。お、音楽が変わったぞ。よし、なんとか潜入できたな。あとはどうやって仲間と合流するかだが、あー、やってられねえぜ。これは敵の声か。トロルの野郎がやられたせいで俺たちがムーンブルクを攻めなきゃいけなくなってまった。この間のしけで船のケツにでかい穴が開いちまってるってのに。ほうほうほう、いい情報ですね。全くしけてるぜ。ほうほうほう、ローにぶち込んだからいいものの、妙な人間には忍び込まれるし。バレてますやん、仲間。最近はしけたことばっかりだ。妙な人間に忍び込まれたか。ひょっとすると潜入する仲間が見つかってしまったのかもしれん。急ごう沙織、船の後尾に穴が開いたと言っていた。オッケー、海に潜って穴を探す。おー、了解です。こっちですね。飛び込むわけですか。よいしょ、わ、敵がいますね。ぴょーんと飛び込んで、よいしょ、あ、あったあったあった、あ、ここですね。よいしょ、はい、よいしょ、忍び込みました。よしよし、あ、スライムがいますよ。はは、冷たくて気持ちのいい水だったな。頭がすっきりしたぜ。シド、君はやはり少し変わっているな。私はもう手足がかじかんでめっちゃ寒そうですよね。この目めっちゃ寒いからさ、絶対海水とかめっちゃ冷たいやん。よくやるわ。スライムがいるんですよね。もう主ら人間ではないか。どうやって忍び込んだのじゃ。地敵に見つかったみたいだな。どうする、首でも締め上げるか。どこが首なんやろ。驚いてる。あ、待って、スライムに首はない。せやな。そしてよく見ればお主は姉か。お、知り合い。あら、あら、すごい、あら。お、やはりホッホ様でしたか。ホッホ様、敵に捕まったのかと心配しましたが、この方が敵軍に潜入していた我らの仲間ホッホ様だ。どうやら潜入の成果はあまりないようだか。何を言う、長きにわたる潜入生活でわしは倉庫掃除を任されるに至ったのじゃぞ。すごいやん。あまり時間がありません。私たちも手伝いますから、すぐに十魔兵団の弱点を探りましょう。うむ、そうか。ではお主たちにこれを授けよう。潜入生活に欠かせないすごい道具じゃぞ。なんだなんだ、変幻の杖だ。わーい、これで魔物に変身するんですね。
説明は後じゃ。早速変化の杖を使ってみるがよい。オッケー、使う。いや、お、あみんな大きい槌になったどうしたんだサオリ、急におかしな格好になりやがって見たか変化の杖の力を。それは自分の姿を変えられる杖なのじゃ。ほう、出たで。敵を引きつけてくれたスライムもホッホ様だったのですね。あ、なるほど、あのスライムね。魔物に化けておれば敵と会話し情報を聞き出せよう。人間に化けても意味がないから注意せよ。 OK。 それと魔物に化けても攻撃はできるからな。暴れたいなら元の姿に戻るのじゃぞ。さて早速ジューマ兵団の弱点を探りたいところじゃが、この船の牢に人間が捕まっておるようなのじゃ。せやんな、言ってましたもんね。まずは牢を探し救出するとしよう。牢はそこの扉の先にある。 OK。 変化の杖で変身。あ、いろんなモンスターに変わるのかな。かわいい、かわいい。さあ行きましょう。ほい、この先って言ってましたね。あ、よいしょ。俺たちはジューマ兵団、鋼鉄の肉体と最強の毛皮に覆われた無敵の軍団だ。あ、あっこだ。あ、まや誰か捕らえられてますね。この人に話してみましょう。キュ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 、なんでよ、おめえたち牢屋に用でもあんのか。用がなければそんなとこに来るわけないだろう。さっさと中に入れやがれ。シド、お主は黙っておけ。ここはわしに任せるのじゃ。せやな、適任ではないわ。キュ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 、嘘、それで通じんの。キュ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 、通じたおめえ何をキュキュ言ってんだ。どうかしちまったのか、全然通じてないやんまあ言いたいこと分かったぜ、マジで何語です。牢屋に興味があるから見学したいんだな。どっちにしてもおかしなやつだぜ。確かに開けてくれるらしいわ。よかったよかった。まあ減るもんじゃね、興味があるなら入ってみろよ。悪さして本当にぶち込まれるなよ。 OK、 ありがとう。誰でしょう。はい、だ誰です、あなたたち。ああ、ついに処刑される日が来たのだ。破壊神様はどうか僕をお導きください。うん、もう変化を解かなければうまく話を聞き出せないようだな。確かに。はい、了解了解。うっかり走ろうとして、あ、なるほどなるほど。じゃあ一回大丈夫かな、今といて。うん、みんなあっち向いてますね。 OK、 よいしょ。よし、人に戻りました。おお、誰です、あなたたちは。僕は銀融詩人のプットです。食べ物を探してこの船に忍び込んだら捕らえられて牢に入れられてしまったんです。それは災難でしたね。我らはジューマ兵団の弱点を探している。何か情報を知らないか。うん、そうですね、情報は魔物から聞くしか手はないですが、魔物たちはみんな口が固いんです。へえ。でもここに不満がある魔物なら何か話してくれるかもしれません。狙いをつけて声をかけるといいでしょう。ほうほう、では行くぞ。変化の杖を使うのを忘れずになるぞ。了解、うん、このまま魔物の餌になるのはごめんです。僕も情報収集のお供をさせてください。お、なんか増えた仲間が。よっしゃ、じゃあ使ってと。いや、よいしょ。おーおーおー、今度はイエティですかすごーい、いっぱい、うえよっしゃ、行きましょう。イエーイ。出れんのかな、これ。出れた。よしよし。あ、イラつくぜ、言ってる。この人はちょっと不満を持ってるんじゃないですなんだお前ら、見ない顔だな。さては死にか。貴様、偉そうだな。いいから、とっととジューマ兵団の弱点を開け。全然秘密を聞き出すのに向いてませんね、シドウ君は。シドウ、いいから、お主は黙っておれ。わしに任せい。おまたそれですかそれ通じなかったじゃないですか、さっき。キュ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 、うん、自分をいじめるリカンタに仕返ししたいから弱点を教えてくれだと通じたガハハ、お前いい根性してるな。だがそんなこと俺にもわからん。そういうことはいつも看板の後ろでイジイジしてるイエティあたりが詳しいんじゃないか。そのイエティに会いたきゃ、そこの階段を上がって看板に出な。オッケー、いいこと聞いた。おおおいら、腕が短くて追い読み使えないそれは悲しいね
楽しいな。みんな同じこと言ってる。食べれんのかな。食べてるよ。食べてる。よいしょ。上ですね。上に行きます。上で、よいしょ。あ、こっちか、こっちですね。こっから入るんですね、中に。よいしょ、入ったよーと。ここから出ればいいのか。そうですね、よいしょ。あ、この人ですかね。みんな家って言うからもう何が何だかわかんないですけど、話しかけますね。あ、この人じゃないよ。こっちこっち。よいしょ。あー、オッケーオッケー。なんだよ、何か用かよ。自分をいじめるリカントに仕返ししたいから弱点を教えろっていうのかよ。僕はよ、性格はジメジメしてるけど仕返しとか考えるタイプじゃないんだよ。そういうことは、この船で一番赤くて陰湿、赤くて陰湿なリカントマムルさんに聞いてみなよ。了解。違う人やったみたい。こっちですかね。よいしょ。あー、歩きづらい、見づらい。どこです？よいしょ。あ、あの人か。よいしょ。ほい。ほい。よいしょ。おう、新入り、どうだ、元気に悪事を働いてっか。みんな登られへんくて大変なことになってる。おう、何が何やら。ムーブルクのやつだ、なんだ。所詮は勝つ気のない雑魚だ。じわじわ攻め立てて苦しめてやるだけさ。貴様、いいから黙って10万兵どもの弱点を吐きやがれ。シドウ君、黙って。なんだ新入り、お前元気いっぱいじゃないか。俺は異性のいい新入りが大好きだ。よかった、気に入ってくれた。俺たちジューマって呼ばれる魔物はみんな毛でふさふさしてんだろ。これは防御力も高いが同時に弱点なのさ。なるほど。火でもつけられちゃ燃え上がって戦いどころじゃなくなるぜ。俺たちジューマは火に弱いってわけさ。お、いいこと聞きました。ぐぬぬ、指導め、わしが長年調べていたことをいともたやすく聞き出してしまうとは。ジューマ兵団の弱点は火のようだ。沙織、火を扱える魔法兵器を何か考えつかないか。ひとまず敵の弱点は分かった。みんなで城まで帰るとしよう。そうだね。お、イエティのままひらめいた。ギラタイル、へえ、すごい。じゃあこのまま通路を出てっと。よいしょよいしょ。ふふふん、はい。よし、出ました。よし、ここまで来れば大丈夫かな。戻りましょう。さっきの人どこだ。よいしょ。あ、この人ですね。お願いがあるって言ってたんですよね。お前ら軍勢には行ってこれたのか。おかげさまで。お前ら甘いものに飢えてないか。よかったらハーゴン軍の物資であるアンサンドを分けてやってもいいんだぜ。へえ。ただじゃあ渡せねえな。生肉に目がなくてな。生肉5個となら交換してやろう。おう、あるんじゃない。ずいぶんたくさん生肉持ってるな。アンサンドと交換するか。オッケー。アンサンドって何です、はい、よし、さあ甘い甘いアンサンドを食いな。お、アンサンド5個くれた。わーい。お、ひらめいた。アンサンド飾り。へえ。アンサンドってどら焼きみたいな感じ。なんか見た目がどら焼きっぽいですね。みんなで食べるよう盛り付けられたアンサンド。よし、出せい。オッケー。ほい、では城に戻りましょうかね。はい、帰ってきましたよ。沙織さん、ジューマ兵団の弱点を探ってくれたんですね。ホホさんも連れてきてくださるなんて。ホホさんは散歩に出て行方不明になったと聞いていたのですが。そうなんや。まさか敵型のスパイをしていたとは。かかか、やつはわしの幼なじみでな。あ、この方ですか。幼なじみの人は必ず帰ってくると信じておった。ホホ様にはずっと敵の内情を探っていただいていたのだ。君たちがここに来る前からな。
さて沙織、君が思いついてくれたギラタイルはどうやって使うのだ。まさかずっと火を吹き出し続けているわけではあるまい。ほう、仕掛けを用意して敵が仕掛けを踏んだ時起動するようにすればいいか。君のことだ、その仕掛けも考えてくれるのだろう。では沙織、魔法の作業台でギラタイルを作り、ひらめいた仕掛けと一緒に設置してくれ。そしてデジロの設計図を完成させてしまおう。 OK、 達成。お、ひらめきました。床スイッチ。スイッチの使い方。床スイッチを踏むと近くのトラップが一斉に作動する。なるほど、これはね、ありましたね、前の前作でもね、床のスイッチ。ギラタイルすごそうですね、楽しみ。よいしょ。あ、そっか、仲間が増えましたね。はい。おお、なんということじゃろう。ムーンブルクの城が復活しておるんではないか。やるの。おじいさま、あ、ミトさんの、そうですか、ミトさんのおじいさまなんです。おお、わしのかわいい孫娘ミトよ、よく無事でおったの。ほっほよ、よくぞ戻った。わしはお前の帰りをずっと待っておったぞ。ムーンブルクの知恵袋、ホッホが戻ってくれば100人力だ。これから城のために力を尽くしてくれ。おー、いいですね、いいですね。沙織よ、わしは元より教団など信じてはおらんかった。わしもミトとここに住み、ビルダーになるぞ。おー、教団を信じないなんて、ビルダーになるなんて、なんて恐ろしいことを言うご老人だ。ラララー、ハーゴン様、僕はこれからもあなたを愛し続けます。ルルルー、やばいやつや、脱ぐわ。なんじゃその呪わし歌は。まさかお主、魔物ではあるまいの。なんか癖のある人が仲間に加わりましたね。寝てからちょっとね、いろいろ確かめましょうか。はい、寝ましょう。おはようございます。ちょっとベッドが圧倒的足りないですね。作ってあげたいところだ。よっしゃ。じゃあちょっとギラタイルを作れるか試してみましょうか。よいしょ。どうだろう。あ、炎の剣も作れますね。よかったよかった。あ、作れない。城の床がいるんですね。なるほど。よいしょ。じゃあ城の床を作って、で、あ、床スイッチも作れますね。じゃあちょっと様子を見ましょう。これでこれが作れます。はい。お、時間がかかるのね。はい、ギラタイルできました。やったー。じゃあちょっと置いてみましょうかね。うん、ちょっと見てみたい、どんなんか。よいしょ。おー、すごい。みんなお仕事が早かったね。みんな暇そうにしてるわ。ごめんごめん。またすぐ取りに行くからさ、大理石をさ。よいしょ。ではちょっとこれをやってみたいと思います。どこだ。おー、結構いっぱい置くんですね。こっちですね。この辺にじゃあちょっと置いてみますね。よいしょ。ほいほいほいと。 OK。 じゃあこれをこう置きます。よし、やってみましょう。ワクワク。ほい、おう、ほい、おう。ほい、わう。いいね、いいですね。よいしょ、おう。よいしょ、おう。いい感じ。よしよしよし。というわけで、今日はちょっとギラタイルをね、初めて作りました。すごい、魔法兵器、魔法って感じですね。次回この、対10魔兵団用の設計図、うん、完成させたいと思います。大理石探しておきますね。次回はこう作るところからまた始めていきたいと思います。みんな、トゲ罠がないとか、キノコ押しがない。ごめんごめんごめん。用意するからちょっと待って。はい、じゃあまた次回も続きやっていきたいと思いますので、チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。時は壊せ